今日はズバリ世界旅行に持ってった機材たちを紹介します。そのリュックって何入ってるの？これ？うん。これがカメラリュックで、ドローンと。はい、どうも、夫婦で世界旅行しているゼオです。スミです。全人類の夢、夫婦での世界旅行。かれこれ僕たちは2年続けながら世界の絶景を発信してるんですけれども、一番質問されるのがカメラ何使ってますかっていう質問なので、今日はズバリこのカメラ、僕たちが使ってるカメラを一気に紹介していこうと思います。今日はね、久々のスミちゃんも参加してもらってるんですけれども、お久しぶりです。はい、お久しぶりですまあ別に一緒に生活してるんですけど今日ね、カメラってことで男子大好きなテーマなんで、なんとか女子の方々にも興味を持ってもらいたいと思ってスミちゃんちょっと参加してよみたいな感じでそうだね、参加してもらってます。もしね、本当にカメラ興味なかったらスキップして次のエピソードから見てもらったらいいんですけれども、世界旅行のね、まあ海外旅行でもいいんですけれども、本当にいい思い出をしっかり撮るためにはどんな機材を使ってるかっていうところで参考にしてもらえればと思います。今日はね、2人それぞれカメラバッグを持ってますので、バッグカモン。はい、これがね、僕たちがそれぞれ世界旅行で持って行ってるバッグになっています。で、まあとはいえ、ぶっちゃけ言うとこれがまあ僕のメインバッグになってて、それに入りきらなかったのをスミちゃんに持ってもらってるみたいな感じです。それぞれ持ってるっていうよりは機材を分担して持っていただいてるという夫婦の運用でやってます。やってます。でね、サクサク今日ね、バッグの中身を説明していこうかなと思うんですけれども、まずね、一番多分皆さん気になると思うんですけれども、メインのカメラどれ使ってるかっていう機種の紹介をしたいなと思います。で、メインのカメラが実はこいつになってます。このこいつです。はい、今撮ってるこのカメラっすね。ソニー α7R3 っていう機種になっていて、僕が2019年ぐらい、だから5年ぐらい前からもうずーっと使ってる、めちゃくちゃ愛用してるカメラで、こいつは α7R3 っていう機種なんですけども、最新機種になると α7R5 っていう機種が出てて、もう結構ね、古い機種にはなるんですけども、最大の特徴としては、写真も映像もどっちもすっごい綺麗な画質で撮れるっていうのが特徴になってます。で、最近の機種を見ても、こいつより写真が綺麗に撮れるっていう機種はなかなかないので、それからしてもかなりいいスペックの機種なんじゃないかなってことで使ってます。世界旅行の中で一番良かったのはこいつってかなり頑丈なので、例えばアイスランドのマイナス10度の超凍える中でも、気温が50度の灼熱の砂漠の中でも全然余裕で使えたんですね。例えばそのオーロラ見る時とか、もうめちゃくちゃ寒くてカメラってうまく動かない場合とかもあるらしいんですけども、この機種はもう全然そんなことなくて、バッキバキに常に動いてくれてたんで、そういう意味では世界旅行でかなり良かったかなと思ってます。唯一故障しちゃったのが水中の中の撮影をしてた時で、ハワイのカウアイ島とかバリの水中とかをこれでっかいハウジングに突っ込んでカメラで撮ってたんですけども、ケースが漏れちゃって、海水がドボドボ入っちゃって、海水漬けになっちゃった時だけはさすがのこいつもなんかマイクの部分が不調になっちゃって、マイクがついたり消えたりみたいな、その時だけはまあ唯一壊れたかなっていう感じになってます。いや、そうだったよね。あの時マジで焦ったし、ちょうどあのハワイのイルカのスノーケルツアー参加した時にドバドバ入ってきて、ウォルマートのホームセンターでウォータープルーフのゴリラテープを買ってぐるぐる巻きにして、そうちょっとプールでトライ、沈めてトライしてみたりとか、そう結構いろいろ試行錯誤してたんだよね。確かに確かに、でっかいあのハウジングをリゾートプールでテストしてて、他の外国人の人から何やってんだお前らみたいな感じになってたりとかして、まあ必死になっていろいろこう試行錯誤して頑張ってました。気になるレンズなんですけども、レンズがこいつらですね、3つ持っていって
ておりまして、一番使ってるのがこいつになっております。まあ、こいつはね、いわゆるズームレンズっていうやつで、 24mm から 105mm っていうズームレンズっていう感じで、かなりの幅広でズームしたり広角撮ったりっていうオールマイティなレンズになっています。で、僕はね、実は結構このレンズのテイストがあんま好きじゃなくて、でソニーの関係者の方もこのレンズに関しては色味が普通すぎるみたいな、もう携帯で撮ってんのと何が違うのみたいな感じになっちゃうんで、最初はあんま好きじゃなかったんですけども、今ねこういうフィルターをかましてるんですよ。この K&F さんの ND フィルターをこういう風にかますことで、めちゃくちゃ渋みがあって深みのテイストが出るようになることに気づいてから、それ以降はすごい重宝してこいつばっか使って撮ってます。だからね、今僕たちのその映像の色味テイストっていうのはかなりこいつとこのフィルターで仕上がっているっていう感じのイメージになります。確かにさ、 ND フィルターやるようになった時から本当映画みたいなテイストになったよね。そう多分アメリカユタ州かどこかからつけ始めてると思うんだけど、うん、急に映画みたいなテイストになって、うん、私も撮影することあるから、え、なんかめちゃくちゃ色良くなってるやんって思った。そう撮ってて楽しいみたいな、うん、普通映像とか写真って撮った後にこう色味付けみたいなのを編集でやったりするんですけど、うん、フィルターかますことでもう撮ってる時点で色味が結構渋くなるんで、撮ってて楽しい、テンション上がるみたいな感じかなとは思ってます。で、次に使ってるのは今撮影してるまさにレンズになっております。こいつは1224の GM レンズっていうものなんですけども、スマホの 0.5 広角にした時の画角ぐらいのイメージで、かなり広角が撮れるレンズになっています。なのでここの場所もそうなんですけども、狭い場所で撮るとき、世界旅行だとレストラン入ったときとか、うん、ホテル撮るときとか、そういうときでめちゃくちゃ活躍するっていうレンズになっています。僕もともと広角がめちゃくちゃ好きで、写真とかも僕もともとやってたんですけど、もう広角ジャンキーすぎて、 YouTube 始めるときも先駆け広角機動隊チャンネルみたいな感じ多いだろうどうもジャンキーですみたいなそう感じにしようかなって思ってたぐらい広角がすごい好きなんで、まあ今でもすごい愛用してるんですけれども、まあ、2つ目のレンズはこいつですっていう感じになります。はい、で最後に紹介したいのが、こちらのですね、単焦点でございます。 35mm の 1.4F 高級レンズのザイスレンズっていうやつで、これね、カメラ持ってない人からすると単焦点って言葉聞き慣れないと思うんだけど、こいつね、なんとズームができないんですよできない。できそうな雰囲気で喋るじゃんできないんですよ、うん、ズームレンズだったら、あ、広角にするわっつって 0.5 にしたりみたいな、あるんですけど、これできないんで、走って離れてって撮るみたいな。そうかそうか。逆にズームして撮りたいってなったら、めっちゃダッシュして撮らないといけないっていうことで、めちゃくちゃ不便です不便なんだ不便で、それでもなんでこれ持ってってるかっていうと、これボケ感がすごいんですよ。スマホって今 4K 撮れるじゃないですか、うん、一眼レフも 4K 撮れるんで、どっちも画質としては変わらないんですよ、うん、ボケ感があるっていうのはやっぱ一眼レフの特徴なので、こいつで撮るとめちゃくちゃボケ感が出て、一眼レフっぽいいいテイストの色味が撮れるっていうことでこいつは持っていってます。ただこれさっき言った通りめちゃくちゃ不便なんで、ほぼ使わずに終わってます使ってないんかい。海外旅行とか世界旅行って、その場その瞬間で、あ、撮りたいみたいな場面が出てくるんで、やっぱりこいつにこう差し替えて構えて撮るっていうのはなかなかできなかったんですよね。まあ、ただ唯一良かったのは、カッパドキアの気球たちはかなりしっかり1時間ぐらい撮る時間があったんで、ズームレンズも撮ってみたり、広角レンズでタイムラプスを撮ってみたり、最後こいつ単焦点で違うテイストでいいテイスト撮ってみようみたいな感じで撮ってみたんですけど、やっぱりこいつのねテイスト自体本当神だなと思うんで、本当にね余裕がある方はこいつ持って行っていただく、でご自身のこだわりテイストで撮っていただくのがいいかなと思います。確かにさ、カッパドキアの映像ってめちゃくちゃ使ってるよね。めっちゃ使ってる。多分 Vlog でも、まあ、YouTube 見てくださってる方は見たことあると思うんですけど、私が普段作ってる短い縦のショーツの動画もすっごいカッパドキアの映像使ってるんですよ、うん、で意外と使ってないこの単焦点の映像めちゃくちゃ活用してるん
で、私も色味はすごい大好きです。そういう意味だともっと使ってあげないといけないかもしれない。いや、そうだね。これいいレンズなんでしょ。いい、サイスレンズってめっちゃ高級レンズ。使ってあげないとね。そうしましょう、そうしましょう。はい、じゃあ次はスミちゃんのバッグいきますか。いきますか。スミちゃんのね、バッグに入ってるメインカメラ。めっちゃ重いですからね。いや、重いですよ。10キロぐらいあります。うん、これどっち説明する？ああ、スミちゃん説明して大丈夫よ。え、説明して。こいつが、キャノンの EOS R5 っていう機種になっていて、レンズは14-35っていう、まあ広角もズームもどっちも中途半端にできますっていう感じ、うん、で今はこのさっき説明したソニーの機種をメインで僕たち使ってるんですけれども、僕たちのチャンネルを見てくださってる方ならちょっと感じ取っていただいてるかもしれないんですけれども、僕たちって普通の日本の YouTuber を参考には全くしてなくて、海外の旅系 YouTuber とかを結構参考にしてるんですね。でその旅系 YouTuber、まあ、動画クリエイターみたいな人たちって大体キャノンの機種を使ってるってことで、今回その世界旅行に行く2年前にせっかくだったらキャノンのテイストでも撮ってみたいなってことで購入して持っていきました。でこのキャノン EOS R5 って機種は写真も映像も両方しっかり撮れるっていうことで選んだんですけれども、写真に関してはね、かなりいい感じでキャノンのテイストが出せてるかな。キャノンってね、なんか分かりやすく言うと、うん、ソニーはねバキッとした感じ、うんうん、キャノンは淡い感じ、うん、ソニーで撮るとね、大体もうガンダムみたいな、シャキーンかっこいいぜみたいな、うんうん、キャノンで撮るとジブリとか、うんうん、新海誠監督の君の名はみたいな、ふんわり、うん、ふんわり、そう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 、万人受けする感じのテイストになるんで、そういう意味では写真はかなりキャノンっぽい感じのふわっとしたあのエモい感じのテイストで撮れてるかなと思います。ただちょっと動画に関しては僕らのこのスキルが足りないのか、レンズもあんまり本数が少ないってことで、狙った感じのテイストはまだ出せてないかなっていう感じになってます。ただね、機種としてはかなり高級な機種になっているので、本来はねすごいいい機種っていう感じらしいです。で僕たちなんでこれをまあ今も持ってってるかっていうと、写真がねめちゃくちゃ綺麗に撮れるんですけれども、そいつを生かしたタイムラプスがめちゃくちゃ綺麗に撮れるんで、今はねタイムラプスとにかくこいつで撮りまくってます。でソニーのこのメインの機種だと写真を間隔1秒間隔とかで連写して1時間ぐらいずっと撮って、うん、それを編集ソフトとかに突っ込んでタイムラプス映像で作るんですけども、このカメラがすごいのって、タイムラプス映像をポチッと押したらカメラの中で全部その処理をやってくれて、もう動画としてそれが書き出されるみたいな、うん、もう撮って出したらタイムラプス映像になってるっていうのがめちゃくちゃ便利で、こいつは重宝して使ってます。キャノンのレンズはこのレンズを世界旅行2周目の時に買ってで使ってます。こいつは24-140っていう機種になって24mm から240mm までってことで、普通の標準からとんでもなくあのドデカレンズで撮るぐらいの望遠レンズで撮れる超極限長いとこまでこのコンパクトのレンズ1本で撮ることができるので、かなりこいつはね気に入って使ってます。結構ね重さも軽いんですよ。値段も安かったんで面白いレンズだなと思って持って行ってます。こいつはこれ好きね、うん、ちっちゃくていいよね。あと私動物撮るのが好き、うん、動物撮る時ってやっぱり望遠レンズ必要になってくるんですけど、普通はねあのでっかい白レンズっていう、うん、こうバズーカみたいなやつ持っていかないと重いよね。そういけないところが、さっき紹介した標準ズームレンズとかと同じようなサイズ感で 240mm 超望遠ですよ。もうバズーカレンズで言うとマジこのぐらいバズーカで持たないといけないぐらいがこいつ1本でいけるんで、うん、これでさ、アイスランドのシーライオンが氷河泳いでて、それをこれで撮ったんですよ。便利すぎてすごい好きになった。動物の可愛い表情もね、そうしっかり撮れて、そういうねコンパクトな1本持ち歩いてます。はい、じゃあ次はアクションカメラになってきます。でアクションカメラは GoPro とあとはインスタ360っていうものを使っております。インスタ360の Go3 っていうやつだ。こいつらですね。こいつが GoPro、 こいつがインスタ360Go3、 こっちがインスタ360の360度カメラ。旅行系の YouTuber といえばカメラをこうやって手持ちでこうやって
撮ってるイメージがあって、僕たちもこれ最初ね、せっかくだからいい映像で Vlog 撮ろうぜってことで、このすっごいでかい一眼レフをこの手持ち三脚にくっつけて頑張ってこれ撮ってたんですよ。で、一つ問題があって、うん、重いっていうマジで重いんですよ。わかる、重いよね。これ普通にやってる人ってほんとすごいなって思うんですけど、わかります？ここなんかプロ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 ってなっちゃって、うん、僕ならまだいいですけど、スミちゃんとかがやばいですよ、こんなのこれね、もうすでにちょっとプルプルしてるそうそう、プルプルもんなんですよ。ちょっとこれ1キロある？ 1 点ちょいある。あるよね、うん、そりゃ重いよ。そうそうそう、ってことでこれ僕らやめました。はい、で今一番いいなと思ってるのがこうやってね、 GoPro を、インスタ360の棒にくっつけてこう伸ばしてこうやって撮る、うんうん、と一番楽楽だし、このちょっと棒を伸ばす距離が長いので背景がねかなり映るんですよ、うん、顔に近すぎる Vlog って僕あんま好きじゃなくて、背景もしっかり映った方が風景も映りますし、なんか顔近いとそもそもなんか不快感というか、うん、いうのもあるんで、そういう好みがあって、こいつをこう伸ばしてこう撮るみたいな、一番今僕たちのベストの撮り方になってます。よくゼオさんっておしゃべり警報ってよく出てない？出てるアイスランドの氷河だったりとか、イタリアの北部のアルプス山脈でやっぱ絶景が広がってる中、私たちもテンション上がるわけですよ。うわ、もうめちゃくちゃ絶景ってなった時に、おしゃべり警報が鳴り始めるのおしゃべり警報って言って、これをカサッと取り出して棒をピュッて伸ばして、すぐやっぱ発動させたいんだよね、うん、だからそれにはやっぱ結構アクションカメラが私から見てても便利だなって思うし、一眼だとちょっとこう重いし、顔も結局近いし、うん、絶景が映らないんで、アクションカメラって便利だなって思うよね。あとね、おしゃべり警報っていうのはすっげー景色見てうわやべえ、やばくないこれって、やばい、この雰囲気伝えたい、おしゃべり警報わーんわーんわーんみたいな、でもう一回うわすげーっていうのをもう一回やるみたいな、そうそうそう、この上がったテンションがおしゃべり警報ちゃんと声に出しておしゃべり警報って言ってますからねちなみに画質もめちゃくちゃ良くて 5.4K とかで、うん、4K を超える 5K が撮れる、すごい、ね、すごい綺麗なやつだし、色味のテイストすごい好きなんですけど、うん、1個問題点があって、うん、こいつね不具合ちょっと多いんですよ、うん、でおしゃべり警報って言ってイタリアのアルプス山脈の山頂とかに登って、うわこれすげーっつって喋ってる時に電源がプツンって落ちたり、そう、電源がとにかく落ちまくる、それだけがねちょっといけてない、うん、そうだよね、なぜか10秒しか撮れなくて、そう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 、おしゃべり警報10秒しか続かないっていうそうそうそう、テンションこっち高いのに10秒ごとに10秒いっぱい撮るみたいな、あ、そう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 、状況になっててこいつとで撮りたいから、この気持ちをつけて、あ、じゃあここが今超すごくてプツンみたいな、でもう一回つけてでそれでここが ここもすごくてプツンみたいな、でグワーって戦ってるみたいな、一生おしゃべり警報取り終わらないっていうさすがにどんだけ気に入ってても落ちるのはやめてよっていう話で、うん、せっかくね一生に一回の海外旅行、世界旅行を、うん、さすがに不具合に付き合わされてたキリがないってことで最近乗り換えました。で、これ乗り換えたのがこいつでございます。 GoPro と形少し似てるんですけれども、インスタ360さんから出ているエースプロっていう機種になっています。で、一番こいつが気に入ってるのはバリアングルのディスプレイ、うん、バリアングルっていうのはこの自撮りができるこのディスプレイですね。このパカって開くディスプレイがめちゃくちゃ優秀で、しかもこのディスプレイがでかいからかなり見やすいんですよ、うん、自撮りしやすいです。それでおしゃべり警報ってさっきの感じで出たらもうとりあえず電源入れてこいつをパカッと開いて、でこのちょっと面白い三脚ですね、面白い三脚を、ね、三脚をこう開いて自撮りするみたいな、かなりね使いやすい三脚もね、かなりこのインスタ360さんもね面白くて、こいつ三脚にもなるんですよ。こうやってね三脚にもなるんで、この食事してる時とかにこういう卓上に置いたりとかして僕たちをこう撮ったりおしゃべりしたりみたいな、こいつはねかなり強力な武器になるんじゃないかなと思ってます、うん、でこのバリアングルっていうこのディスプレイが生きるのって、自撮りする時もそうなんですけども、ローアングル、まあ低い位置を撮りたい時もディスプレイをこうやって調整できるんで、低い位置撮りたい時も撮りやすいっていう、特にねこの前石垣島で撮ってた時は水中撮影が深くまで潜らなくても、とりあえずディスプレイをこう突っ込んで、カメラを突っ込んでローアングルで
水中撮影ができるみたいな、うん、そうだったね、うん、はかなり良かったかなと思います。あとこれね、高級カメラメーカーのライカさんと共同開発してるので、カメラ自体も夜とか暗いところ、まあ、水中とかにもめちゃくちゃ強くて、うん、まあアクションカメラなんだけど高級カメラのまあ機能性を備えてるってことでかなりいいんじゃないかなってことで今使っております。確かにさ、うん、この間銀座と歌舞伎町で夜撮影した時に夜景めちゃくちゃ綺麗だったよね、うん、そう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 。あれタイムラプスだったと思うんだけど、そう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 、すっごい綺麗だったし、あと普通の動画も全然手ぶれしなくて、うんうん、正直びっくりした。確かに、うん、そうだね、これ手ぶれも全然しないし、うん、夜もめちゃくちゃ強いです。普通のアクションカメラっていうか、まあ携帯もそうだけど、うん、ちっちゃいカメラって夜弱いんですよ、光集めらんないから。だけどこいつはねかなり夜もねしっかり映ってくれてて、なかなかねいいんじゃないかなってことで今使ってます、うん、今日説明してる機種ってかなり数があるので、下の概要欄にも全部リストで貼ってますので、興味ある人はね下のリストもチェックしてもらえたらと思います。はい、じゃあ次です。次もインスタ3603から出てるGO3 っていう機種になります。でこの GO3 はさっきのエースと形似てて、パカッとバリアングルとかできたり、まあ、もちろん自撮り棒につけたりっていうのもできるんですけども、こいつの最大の特徴はここですね、カメラが取り外せるんですよ、パカッと。こういう撮影するパーツとディスプレイのパーツが分かれて、こいつが撮影しているところをこのディスプレイで見ることができるっていうめちゃくちゃ面白い仕組みなんですよ、ね、うん、でこいつどうやって生きるかっていうと、こいつなんとね、こうパチンとマグネットでこういう風にここに、装着することができて、ここの映像を、撮影することができると、はいはい、でこいつはねポケットとかにしまっておいて、うん、ここでオンオフができる。今これピッて言って撮影オン、うん、だからこうやって喋ってる映像が、うん、今撮れてるっていう状態になっています。こいつね本当に超 MVP だったんですけども、うん、ここにカメラがあるんで、こうなんていうの、ハンズフリーで、うん、開けといた状態でポチッと撮って、そんでなんかいろいろできる。だから自分が見た視界そのままここに撮れてるっていう感じ、うん、例えばそのレストランに入った時とか、うんうん、物を買ってる時とか、うん、店員さんとかにそれこそこういうカメラをね、うん、なんかこう持って店内入って、あ、すいません、あのこれなんていうやつなんですかとかって、もうお店の様子とか撮りたいじゃないですか、うん、でもこうやってカメラ構えられちゃったら絶対人って嫌じゃないですか、こうやってちょっと圧迫感あるもんね。そう、圧迫感、これどうですかみたいな、うん、でそれがこのカメラはいらなくて、うん、ここにカメラがあるんでナチュラルな感じで相手も普通にこう、はーいみたいな、うん、何いるみたいな、おすすめこれよみたいな、うん、感じでナチュラルに、じゃあこっちがいいかなみたいな感じで、確かに確かに、うん、自然な表情を収めることができるっていうのもかなり良かったです、うん、あとこの GO3 ってさ、海外のなんか事故防止対策としても結構いいなと思って、うんうん、私たちの実体験だと LA のホテルで、海外のホテルってデポジット制度ってあると思うんですけど、うん、ネイティブすぎて何を言ってるか分かんないけど高額なデポジットを引き落とされそうみたいな、あったあったあったよね、10万ぐらいの10万ぐらいだいたい数万だと思うんですけど、なぜか10万で、嘘でしょって思って、ホテル代も払ってるのに別で払うのみたいな、早すぎて、で何回も聞き直して相手もイライラしてるんですよ、うん、でそういう時にこの GO3 で映像を撮っておいて、後で見返した時に落ち着いた状態でそれを見れたっていうのはすごい良かったし、うん、あとレンタカー屋さん、うんうんうん、海外のレンタカーってむずくない？むずい。だってこう日本のレンタカーでも保険ってむずいじゃないですか、借りるのは簡単ですけど保険ってむずいん で、うん、でその保険の話も結構意味わかんないんで、ちゃんと言った言わないになんないようにちゃんと残しておくっていうのは、うんうんうん、その事故防止対策っていうのもすごくいいなって思いました。ドラレコみたいなんだと同じかな、うんうんうん、ドラレコとか監視カメラと同じで、うん、なんか事故らないようにつけておくみたいな、うん、難しい会話の時はちょっとあらかじめピッとつけて会話して、後で自分でも言った言わないにならないようにとか、うん、内容をもう一回確認できるようにドラレコ代わりに撮ってるみたいな、うんうんうん、っていうのがかなりこのインスタ3603っていうのはねおすすめでございます。はい、で次なんですけども、次も、インスタ3603から出てるこいつは360度カメラになっております。開けるとこんな感じだね。こいつもねスススッと伸ばしてこんな感じでいい、ね、はい、使うことができます。このもともとこのインスタ360っていうブランドが
この360度カメラからこうバズった人気になったブランドで、今ねほんと海外旅行で例えばそのイルカツアーとかボート乗ったら、うん、みんなこれ持ってこうやってこう確かに、うん、みんなこれだったこれ持ってこれにハウジングつけてそうみんな持ってきてるよねそうこれ持ってその名所で撮ってるみたいな感じになってて、うん、まあ日本だとどうかわかんないけど海外はもうマジで360度カメラ、うん、こいつが流行ってます。360度カメラって何がいいかっていうと、これ録画ボタンをここでポチッと押すと、普通ってカメラってこう画角っていうものがあるんで、こう撮ったりああ撮ったりみたいな、うん、その世界旅行海外旅行の中で撮りたい場面撮ったりとかするんですけども、うん、360度カメラってこう録画ボタンポチッと押すと全空間が撮れるんですよ、うん、このカメラが今属してるこの空間全部が撮れるので、うん、であと画角っていう概念があると手ブレっていう概念が生まれちゃうんですけど、うん、こいつって全部の画角が撮れてるんで手ブレというものが存在しないんですよ、うん、確かに。例えば乗り物系船とか車とかヘリとか、うん、手ブレも全然大丈夫だし全てが撮れるのでそういう乗り物系とかでめちゃくちゃ活躍してます。あとはスポーツ系結構活躍することがあってでランニングとかを撮るときとかってもうどっち撮ったらいいかもう一緒に走って撮らないといけないからそんなんだともうガタガタなっちゃうんで、こいつでもう構えてついていくだけで、あとは編集ソフトの中でどこを使うかみたいな、めちゃくちゃこいつはそういう意味では便利になってます。スウェーデンで起こったすごいエピソードなんですけども、スウェーデンに僕たちが行った時にウーバーワールドさんのボーカルのタクヤさんが作曲のために来られてて、たまたま僕たちと合流するっていう機会をいただいたんですね。それで、まあそのゼオ君も撮影できるからってことで、せっかくなんでスウェーデンで、タグヤさんってこう、朝ランするから10キロ、毎朝10キロ朝ランするんで、そいつをじゃあちょっと撮影して、インスタでアップしようみたいな感じの、もうとんでもないイベントがあったんですけども、そんな時に、ランニングでタグヤさんってめちゃくちゃ速いから、GoPro とかでもう一眼レフなんて絶対持って一緒に走れないから、こんな。ガタ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 。プヤさんのスピードってめちゃくちゃ速いのよ。あの人1キロをもう4分5分台ぐらいで走っちゃうから、超速いから、それをね、この素人の僕が一眼レフ持ってガタ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 みたいな、こんなん絶対もう関ヶ原の戦いみたいになっちゃうんで、いやーみたいな、いやーみたいになっちゃうんで、これ絶対無理だと。ほんで、次考えたのはこの GoPro だったんですけど、こいつだとどこ撮ってるか正直わからんので、それこそこうローアングルをこう撮ってる時とかってこうディスプレイ覗けないし、走りながらとかって漏れが出ちゃってたらまずいなってことで活躍したのがこのインスタ360の360度カメラ。こいつで撮ったことでまず手ブレが存在しないっていうのと、あとは撮り漏れがないので、タクヤさんの近くを通ってれば後で編集ソフトで画角はどこを使うかっていうのを調整できるってことで、落ち着いてホテルで編集するっていう感じで撮れたので、そういう意味ではね、もう本当にこいつは命を救われた存在だったので、ね、スウェーデンでもしウーバーワールドの方に会いたい方はこいつチェックしてみてください。チェックするかな。するでしょ。そう、これ買えば会えるチャンスがあるかもしれない。あるかもしれないです。はい、じゃあラストは皆さんお待ちかねのドローンになります。メインで使ってるものが、こいつも結構古い機種になるんですけども、Mavic 2 Pro っていう機種で、昔買ったもので、かなりでかいです。私たちはデッカさんって言います。でかいんでデッカさんって呼んでます。デッカさんって言うんです。もうめちゃくちゃでもこいつは強力で、うん、風がね、かなり強いアイスランドとか、うん、寒い地域とか、あとハワイを撮ってて、多少その木の葉っぱとかがパーンってかすっても、うん、全然揺るがないどっしりした面構えでしっかり撮ってくれる、めちゃくちゃ信頼性の高いドローンです、うん、さらにこのレンズ、僕超気に入ってるんですけど、こいつレンズが高級レンズのハッセルブラッドっていうメーカーのレンズをつけてるので、色味がねめちゃくちゃ素敵な色味を出してくれるんですよ、うん、わかる、確かに。で、僕一眼レフの話の時もそうなんですけど、このドローンに関しても色味に関してはめちゃくちゃこだわりがあって、 YouTube 始める時も先駆け色恋塾っていうチャンネル名にしようかなって思ったぐらい
本当に色味はめちゃくちゃ大事にしてます。やばすぎじゃないその名前。見ないかもしんない。チャンネル登録者数7人とか。ところが問題が発生して、デッカさんは悪くないんですけど、ハワイでその少年たちが飛び込んでるシーンを撮ってた時にザバーンって跳ね返ったスプラッシュがこっちコントローラーの方にかかっちゃって、こっちが壊れちゃったんですよ。この機種かなり古いせいで、もうコントローラーだけっていうのを売ってなくて、それで購入したのが、はい、こいつの、DJIミニ3プロっていう機種になっております。かわいい。うん、こいつはですね、めちゃくちゃちっちゃいし軽いです。 249g ってことで、スマホぐらい軽い。わ、軽っ。うん、え、これバッテリー入り？入り入り。軽っ。 249g っていうのには理由があって、 250g 以上は海外だと登録して許可取らないといけない買ったりするんですけど、 249g 以下のドローンは登録とかが不要なケースとかっていうのがあるので、それを見越して作られてるっていうドローンなので、海外だとね、こいつはかなり人気です。で、日本だと、規制が厳しくて 100g 以下じゃないとその範囲には入んないので、日本人にとっては特に意味がない、ただの軽いやつってそういうやつなんていう感じです。ミニ3プロに関してはこのデッカさんと違って、まあ最近の機種に入ってくるので、バッテリーの持ちようがこいつが大体20分ぐらいしか持たないんですけど、こいつは40分ぐらい持つ、倍ぐらい持つ。この予備のバッテリーが2つついてますので、で合計120分取れるという感じでございます。で、ただ単純にバッテリーの持ちがいいっていうのもあるんですけど、バッテリーの持ちがいいと何がいいかっていうと、空中に飛ばしてタイムラプスが取れるんですよ。でタイムラプスって基本的にすごい長い時間放置しないといけないんですけど、こいつが1本40分持つので、だいたい20分ぐらいずっとこうじっくり飛ばしながらハワイとか、まあアイスランドとかのタイムラプスを撮れるっていう感じで、そいつはねかなり重宝しました。もう一個だけすごいいいのが、縦型動画が撮れるんですよ。普通のドローンって横しか撮れないんですけど、今のインスタとか YouTube のショーツ用の縦型の動画が撮れるので、スミちゃんにとってはめちゃくちゃハッピー。ただやっぱりこいつね軽いんで、デッカさんはもうドーンって感じでずっしり、どんな風の中でブーンって飛んでくるんですけど、こいつ風吹いたらマジでこのぐらい、マジで天ぷらにあげたぐらい。一回ね、ヨーロッパの無人、あの島で撮影してた時に雨が急に降ってきちゃって、デッカさんは結構耐えれるんですけど、ドローンって雨降った時は絶対無理なんですけど、こいつはもう特に無理なんで、早く戻さなきゃってことで、急いでちょっとこう、岸壁にちょっとかすっちゃって、ピューポチャン感じで一回落としたことがあるので、まあ実はこいつは2代目ミニ3プロ。ゼオさんさ、うん、ドローン墜落させた時さ、うん、ほんと失恋したのってぐらいへこんでさ、しかも体調も崩してるよね。崩してる。失恋したんじゃないかってぐらい、もうなんか、あーなんかやっちゃったーみたいな。世界旅行してるのに、うん、もう一刻も早く帰りたい雰囲気出してくるよね。確かに大事なパートナーをなくしたみたいな、うん、もうスミちゃんにそんな日はあったかいご飯を作ってもらってそうそうそう、ああもう俺いいわみたいな、もうええわ、もうなんか何全部つまんないみたいな。そう、全て真っ黒みたいな。撮影もしたくなくなっちゃうし。確かに。はい、じゃあ今日のご飯にしますか。しますか。スミちゃん特製のねご飯でございます。めちゃくちゃ今日はね豪勢な方の食事。本当にありがとうっつって、美味しいっつって頑張るっつって。でドローンショップ探して、うん、買いに行って、そうまた元気になるっていう、元気になって日々を世界旅行2年繰り返してます。はいはい、じゃあ次はですね、あの皆さんめちゃくちゃ気になってる僕らのドローンの中でも FPV ドローンっていう方を紹介しようと思います。こいつはですね、スミちゃんが管理してもらってる FPV ドローンでございます。はい、こいつ以前の Vlog でも登場した DJI アバターっていう機種でございまして、こいつもねめちゃくちゃちっちゃいです。こういう手に乗るぐらいちっちゃいやつで、FPV ドローンって皆さん聞き慣れないと思うんですけど、 FPV っていうのがフロントパーソンビューの
の略で、要はパーソンビュー、人の目線から見れますよっていうドローンなんですね。で、さっきのドローンはこういうコントローラーがついてて、普通のドローンはね、このディスプレイに撮ってる映像とかが乗って、こうやって運転してドローン確認しながらこう運転するんですけど、こいつの FPV ドローンの場合はこういう風にですね、ゴーグルがついてて、ゴーグルをはめて運転するっていう感じになってます。ビューンってね、これつけて撮ってるこっちのカメラのこっちの映像がこのゴーグルから VR みたいな感じでリアルに見えるんで、これが人の目線で見れるっていう、まあ、まさに鳥の目線で、鳥が飛んでるような目線で見ながら撮影しながらコントロールできるっていう、めちゃくちゃいいドローンになってます。で、このドローン自体が本当にレースとかにも出るぐらいのスピーディーなドローンで、しかもね、これちっちゃいのでかなりね間をすり抜けて、さっきのドローンとかだといけないような細かいとこもこいつのドローンだといけるっていう感じの仕様になってるんで、かなりねダイナミックな映像が撮れるドローンになってます。まあ、結構ねこのドローンもいろいろ持ちながら旅をしてるんですけども、こういうね普通のドローンに関しては操作も結構ラジコン感覚で操作できるんで、これ使って撮影してる旅人系 YouTuber とかもいるんですけども、 FPV ドローン、本格的なレーシングドローンを使って世界旅行してるっていうのは日本人だとマジで僕らだけしかいないんで、まあ、たまたまこのチャンネルを見つけてくださった皆様はねめちゃくちゃラッキーだと思います。うん、他に私たちぐらいドローン駆使してる人たち見たことないよ。見たことないないと思う。世界中見てもほぼいないんで、うん、まあ本当にね皆さんに支えられながらこのユニークな映像を届けていってるかなと思います。で、こいつ操作するのが本当にこいつねめちゃくちゃ安全なドローンで、まあドローン全部安全なんですけども、こいつこのプロペラガードっていうガードがついてるので、人にぶつかったりとかしても全然大丈夫、安全なんですよ。ボーンって実際ぶつけたことも何回もありますし、安全ですし、コントローラーはねこういうモーションコントローラーと呼ばれる、こういうモーションコントローラーっていうね、こうゲーセンみたいな持ち方をして運転するんですけども、操作もね思った通りに運転できるんで、初心者でもねすぐ習得できます。ただ最近僕がちょっと本格的にもっとドローンを極めたいと思って、こいつですね、こいつレーシング用のコントローラーなんですけども、レーシング用の最近コントローラーを買って、アクロバットモードっていうモードがあって、谷をボーンってこう垂直にこう落ちていく、そう垂直落下、うん、あの要は制限をセーフティーモードを外したみたいな状態で運転して、谷をこうとんでもない角度を落下させたり、うん、あと速度が140キロぐらいまで出るように制限を外してコントロールするっていうのを今練習し始めてるんですけど、そのねおかげで今このドローンを3台壊しました悲しい3回以上失恋してんだ失恋してる、体調壊してる、体調壊してる熱出して、まあ、よく落とすんですよ、このドロップオフして壊して一緒に拾いに行くんですけど、拾いに行ってた映像もあったね、確かあった。ちょうどあの真上ドロップダウンしてアバちゃんを、アバターを探して、これ結構20分ぐらい歩ったけど結構アバターって飛ぶんだね。お、アバちゃんいた。プロペラが折れてる。つみちゃんもねよく付き合ってくれて僕が落としたドローンを、私も結構胸が痛むんですよ、やっぱこう一緒にずっと旅してる仲間だと思ってるんで、仲間本当一人失った気分に毎度私も結構なってて付き合いが長ければ長いほど心痛む失恋じゃんほら確かに失恋してるわ、うん、そうそんな感じなんでね、 DJI さん僕たちにドローンを提供してください、お願いします、お願いします。日本で一番使ってるよ、日本で一番クラッシュさせてるね。まあ、なんかちょっと例え悪いですけど、海外で交通事故とかで亡くなったりとかして遺体を持ち帰るのあるじゃないですか。ちゃんと壊れても全てのドローンを持って帰っていけるんですよ壊れた3台のねドローンたち、こいつが一番ちょっとえぐいですね。こいつはもう真っ二つにチョンパされてます。一番ちゃんとやってんじゃないかなドローンを、うん、DJI さんドローン提供お待ちしてます、お待ちしてます。はい、ということで、まだまだねご紹介したのはほんの一部、メインで使ってる機材っていう感じにはなるんですけれども、まだまだね三脚とか、あと手持ち三脚とか、あともう一個サブ機とかもあるんですけれども、まあ、今日はねメイン機だけをとりあえず紹介したいなってことで動画撮影しました。で、あとねめっちゃ大事なのが、持っていかなかったものっていうのも結構僕お伝えしたくて、やっぱね旅行男子、カメラ男子めっちゃあるあるなんですけど、
旅行前日、うわ何持ってこうかな、このレンズいるかな、いらないかなみたいなやるじゃないですか。ほんでそんなジャリボーイたちに向けてあの持っていかなかった機材一式、持っていったけど使わなかった機材一式みたいなのもちょっと今後紹介していきたいなと思ってるんで、まあぜひともね参考にしてもらえればと思います。もし知りたい内容があったらコメント欄に記載お願いします。お願いします。はい、ということで今日は世界旅行2周している夫婦が世界旅行に持っていったカメラ機材を一式紹介いたしました。よければいいね登録で今後も応援してください。人生は自己実現と家族孝行、手分けの貢献は続く。